参政党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和5年4月23日に水巻町議会議員選挙が実施されました。参政党からは近藤信也さんが立候補され、定数14、立候補者17のところ11番目で当選されました。それでは開票結果を見てみましょう。 だーっと来まして。上の方戻りまして。近藤真也さん502票と当選ということになりました。近藤真也さん、水巻町民のため、日本国民のために頑張ってください。では、またね。バイバイご視聴ありがとうございました。是非チャンネル登録！ いいねボタンコメント入力をよろしくお願いいたします。